1985年のロードレース世界選手権は、フィムロードレース世界選手権の第37回大会である。前年度タイトル防衛を果たせなかった、ホンダのフレディスペンサーが 500cc と 250cc のダブルエントリーに挑戦し、両クラスで7勝ずつを上げ史上初めて両クラスでのダブルタイトルを獲得するという圧倒的な、 パフォーマンスを発揮したシーズンであった。特に 250cc では彼に与えられた RS250RW がライバルに対して圧倒的な性能差を有していたこともあり残り2000を残して早々にタイトルを獲得した。前年のチャンピオンであるエディローソンはランキング2位に終わり前年度 250cc でタイトルを獲得しステップアップしてきた。 ヤマハのクリスチャンサロンが3位となった。ホンダの3気筒マシンである NS500 に乗るオーストラリア人のワインガードナーが4位に入り、その後の活躍を予感させた。また、77年の 350cc クラスでチャンピオンとなった片山隆史済がフランス GP を最後に引退を表明した。 長年チャンピオンを独占してきたアンヘル・ニエトが 80cc クラスに移ったことにより、チャンピオン不在となった 125cc クラスのタイトルは、彼のガレリでのチームメイトであったファウスト・グレシーニがしっかりと引き継ぎ、このイタリアンチームに4年連続のタイトルをもたらした。スイス人のステファンドルフリンガーは 80cc クラスで連続4回目のタイトルを獲得した。 アンヘルニエットはフランス GP の 80cc クラスで彼のグランプリ最後の勝利となる通算90勝目を挙げたがこれはジャコモ・アゴスチーニに次ぐ歴代2位の記録であった。ありがとうございます。